Good evening, folks. This is the Vanille Yokohama City, Japan. Welcome Daily Conversations again to you. November 12th, 2022, Saturday, before dawn. Three 20 a.m. 妹が買ってくれた。今日は3つほどあります。コウさんのライブには今日以降参加いたしませんということ、それが1つ。だから今しがたね、今日はね午前1時ちょっと過ぎに起きました。で、武田邦彦先生の友達 TV ね、121回ね、それを見て思うこと、それからもう一つなんだっけな、忘れちゃった。3つぐらい。函館のね、ホーさんのライブについて、今年のね、2022年7月の下旬の金曜日、ね、私の書き込みで、それ以降、お二方が参加なさらなくなりました。ね。そのことを思うと、自分だけね生き延びてるっちゅうわけにもいきませんからね。ナナルーさんが恩返しより自立っていう言葉をね残して、最後の言葉を残してライブ参加をおやめになったわけですから、コウさんの元から去ったわけですから、ね、私の書き込みが原因かどうか知りませんが、私も今日以降ライブ、コウさんのライブに参加することはございません。まあそうは言ってもね、たまーにはね、はーい、おっかのまあそういうことはあるかもしれませんがね、基本的にはライブを同時に参加するっていうことはもうありません。そうすればホーさんもね自由闊達にね、そして参加している方々も、ああ中野のうすらばあかんもう来ねえなってお好きなことをおっしゃられますから、お好きなようにやってください。で、それが一つね。で、もう一つ思い出した。三つ目は、今朝のね、深夜、午前0時00分のね、中杉宏先生の、雨風呂。それを読んで思ったこと、ね。うん。それは三つ目にしましょう。で、二つ目なんだっけ、武田邦彦先生ね、うん、やっぱねごもっともだなと思いますよ、ご覧になってね。で、三つ目、今日午前で1時ごろ目が覚めました。昨日はね午後10時9時ごろ8時か9時ごろ寝ちゃいましたね。だから9、10、11、12、1、まあ、4、5時間はね、4、5時間は寝ました。うん、毎日そんなもんだよ。うん、だって
で毎日サックンサックンやったりね、満員電車にぎゅうぎゅうでさ、ね、そんな重労働してませんから、ぼんやりね、まあせいぜいやってオーケストアにお買い物行っておしまいっていう人生ですからね。うん、で、ね、今日の2022年11月12日の中杉宏先生のアメブロね、ご覧になってくださいね。それで何がこの野郎って思ったかっていうと、自衛隊ね、予算がないんですよ、ね、鉄砲撃つ弾もないのね。海上保安庁のね、監視船もアルミでできているんだそうです。ね、で、ウソラバカがバンバンバンって撃ってきたら、アルミですから、全部貫通しちゃいますからね。アルミですから、だそうですからね。実際って、品質検査したわけじゃないですよ。そうおっしゃってました。ね、それで何よりも頭きたのはね、自衛隊予算ないでしょ？ね。鉄砲の撃つ弾ないんだから。ね。撃つ弾ないんだから。ね。2種類書いてありますよ。ネットではね。ご飯は、おかわりはできないけど、山盛り、てんこ盛りはできますって書いてある方もあれば、おかわりはできません。さあ、国のために今日命を落としてもいいですよって言ってる人に、ね、身長が180センチの人も、ね、150センチの人も、お茶碗一杯よって何言ってんだお前、この野郎。ふざけんなっての。バカな、この野郎。で、ね、今日、読んで腹が立ったのはね、トイレットペーパー。自衛隊のトイレットペーパー。ね。スーパーなんか行ったってトイレに、誰が使ってもいいでしょってトイレットペーパーあるでしょ？駅のトイレにもトイレットペーパーあるでしょ？ね。自衛隊はね、クソして尻拭く紙はね、自分がお家から持ってきなさいよって言うんだって。バカがこの野郎。ふざけんなっちゃう。国防費っていうのは、ね、現在、GNP の 1% だそうですが、5倍ぐらいにしてちょうどいいと思いますよ。ね。弾を撃つ弾さ、練習で弾を撃つ、訓練で弾を撃つ弾がなくてさ、照準器で狙って、パシューンってやったつもりでさ、当たったつもりでって、何言ってんだって。じゃあ今日はその3つでおしまい。早いね。何分？ちょっと見えない。8分。俺の中では1分ぐらい。8分47秒だね。短かったね。じゃあそういうことで、ギターでもやっちゃうか。ね、ギター、手痛くないから。あ、そう。昨日ね、アンパン、ね。オーケストアで買う、5個入ってて100円のね、アンパン、2つ。それからね、お母ちゃんが食べ残したっていうか、ね。いくつか、少し残ってた、カステラ。それ食ったの。で、今朝起きたらね、泥っ鼻がいっぱい、なんでかなと思ったら、小麦、砂糖。うん。根拠ありま、それってはないからね。うん。手痛くないじゃん？ね。
痛くないとこんぐらい平気でできますよ。ギター動画見てくださいよ。あれ、今日はしくじんないかな。ね、虹の魚。あれ、なんでやってもできないんだよ。虹のような魚の影、君が指さす。枯れ葉。この辺でやるか、今日。覚えてくださいました？カポ。カポの意味は、ゼロフレットですから。ゼロフレットはオープンコードの G ですから。ね。G, A, B, C, D, E, F, G ですから。ね。カポはこれですから。ね。開放弦で上から2番目の弦の3フレットはドですから。ね、ドですから。あ、ここ直したよ。あの、こういうふうにさ、弦がこうやってぶつけて曲がってたのをね、指でね、こうやってギューってやったの。したら、ここで鳴るようになって。私が着いたのはニューオーリンズの朝色という名の女郎屋だテイサー少ないとこんぐらいできます。
ちょっと痛いんだ、ここ。昨日、カステラ、ね、お砂糖と小麦粉と卵も入ってるからね。まだ卵を買わなくて食えないよ。うん。ね、アンパン、小麦と、ね。だから、お砂糖入ってるでしょ、アンパン。ね。私、アレルゲンゼロですからね。あなたみたいに、アレルギーの全くない人、珍しいよ。この手、難病治療で20年間通院していた間中、ずっと、君はリウマチだよ。リウマチと思いたくない気持ちはわかりますけど、って部長先生。ね。じゃあ、この辺のキーやるかね。あ、それで、ね、やっぱりね、この、何分よく見えねえな。16分31秒。こうやって何かやって体が温まるじゃん。こうやって動かすと。そうするとね、0.3cc ぐらい鼻水がね、たらりって出てくるね。どうやって上がった、うん、今日はね、だからその午前1時頃起きたね。じゃあ虹の魚、今日この辺のキーでね。どこでやってもいいんだよ。枯れ葉越しに山の道をたどって行けば、水の音が涼しそうと背伸びする君、そこの石が透ける水に見えて浸せば。ああ、ここがいつも突っかかっちゃうね。ね、魚たちのって覚えちゃったんだよ。ね。30年か40年ぐらい前。40年じゃないと思うよ、この歌はね。虹のような魚の影、君が指さす。虹のような魚の影、君が指さす。にじますよ、川遡り。にじますよ、身をもの体で。ほとばしる命を見せてくれるのか。青春とは時の流れ、激しい流れ。こう滑るんだよね、これね。うん、苦しくても生きれても泳ぐしかない。苦しくても生きれても泳ぐしかない。谷を渡る橋の下、療養所だね。網で川を右左にせき止めている。人はなんてひどい仕打ちするのだろうか。さ、うん、魚たちはここで長い旅を終えるのか。にじますよ、身をもの体で。にじますよ、川を遡り。ほとばしる命が悔しいだろうね。青春とは時の流れ、激しい流れ。なんだっけ。打ちのめされ傷ついても生きるしかない。打ちのめされ傷ついても生きるしかない。虹の魚、吉田さくろ。100万年経っても、間違えて覚えたようにしか弾けません。ね。若者の皆さん、いい加減に覚えちゃいけませんよ。ね。自衛隊の皆さんは、クソして尻深かみは、
ご自宅から自分で持ってこなきゃいけないんだそうです。なんで？防衛費足んないから。ね。鉄砲も弾も練習で撃てませんから、思う存分。ね。戦闘機で飛んでってもガソリンは片道分しか入れてもらえませんから。ね。ダン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 って撃つ弾なんかありませんよ。じゃあそういうことで、聞こえなかったでしょ、ね、大きくすれば聞こえる。あ、そうなの。お前もウスラバカの仲間、その張本人2022年3時40分かな2022年、11月12日土曜日、午前3時41分だっけ？午前3時41分ね。自衛隊の皆さんは、ね。クソして尻拭く紙、てめえんちから持ってこなきゃいけないんだってさ。嘘か本当か知りませんがね。バカなこの野郎、ふざけてんじゃねえぞっちゅうの。そんなんで国防できんかね。俺はできねえと思うよ。ウスラバカが領海侵犯したとき、ダン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 って撃っていいんだから。ね。領海侵犯なんだから。その撃つ弾がねえんだから。誰が予算つけてんだ？お前何人？お客さん、どっからお見えになったの？それは聞かないでもらいたいな。泳いできたの？ギッチラボで来たの？お名前なんちゅうの？どれがいい？お前何言ってんの？